夜眠れない時にはベーコンを焼いている音を聞くとよく眠れるかもしれませんよ。多くの人々はホワイトノイズのアプリよりも効果的だと言っています。このサウンドスケープを聞くと落ち着いてリラックスできるのですぐに眠れるんだそうです。ベーコンがフライパンの上でジュージューと音を立てているだけのシーンが8時間続く動画もあるので、一晩中健康的な睡眠をとることができます。でもベーコンを食べたくなって目が覚めてしまわないのかなんて思ってしまいますよね。加重ブランケットを使ってみましょう。研究によるとぬくぬくとした毛布は快適なので安心感を与えてくれるんだそうですよ。体のツボを刺激し脳に睡眠を調節する化学物質であるセロトニンを放出させるよう促す効果があるんです。なかなか寝つけない時には蜂のような音を口ずさんでみましょう。どうするのかって、単に息を吸い込んで白菜に音を立てればいいんです。この方法はマルハナバチのささやきと呼ばれています。睡眠の専門家によるとそうすることで心を落ち着かせ否定的な感情をなくす効果があるんだそうです。でもこのテクニックは隣で寝ている人を起こしてしまうかもしれないので気をつけましょう。筋肉を圧縮してみましょう。筋肉を緊張させるだけでは眠くはなりません。でもその後筋肉をリラックスさせることにより効果が得られるんです。まず横になって楽なポーズをとります。そして手や体の一部に集中し力を入れてからその力を抜き楽にしてください。そして手首、前腕、肘などでも同じことを行います。そうすればすぐに呼吸が深くなり眠くなりますよ。氷水の入ったボールに顔を浸してみましょう。最初のうちはショックによってさらに目が覚めてしまうかもしれません。でもその後神経系がリセットされるんです。氷水は血圧や心拍数を下げる効果があるのでリフレッシュされてリラックスでき体が寝るための準備に入ります。時計をしまってみましょう。眠れない時に時間をチェックすると余計ストレスが溜まってしまうんです。そして神経系が落ち着かなくなり眠るのがさらに大変になってしまいます。そんな時には部屋にある時計を取り外すか隠してみましょう。ズルをしてスマホで時間をチェックしてはいけませんよ。寝返りを打ち続けて眠れない時には膝の下に枕を置いてください。そうすれば体がサポートされマットレスの上でリラックスしやすくなります。そして腰が自然な位置に配置されるのです。横向きで寝る場合は膝の間に枕を置きましょう。背骨と腰がまっすぐになりますよ。自宅にロッキングチェアがあるなら座って目を閉じてください。数分間動かし続けるだけでうとうとと眠りに落ちてしまいますよ。寝る前にスパイス入りのミルクを飲んでみましょう。ホットミルクにナツメグ、カルダモン、シナモン、生姜などのスパイスを加えて夕飯の3時間後に飲んでください。そうすれば眠りにつきやすくなります。できる限りのことをして眠らないようにしてみましょう。このテクニックは睡眠のパラドックスと呼ばれるものです。ベッドに横になって目を大きく開きます。そして絶対に眠らないと言い続けるのです。専門家によると人間の脳は否定的な表現の処理を苦手としているんだそうです。ですのでそうすることで眠るための暗示をかけていることになります。それかスマホのテレビ番組が見終わるまで眠らないようにする方法も試してみましょう。ガジェットを枕の上に置いて眠らないよう自分に言い聞かせるのです。大抵の場合途中ですごく心地よくなってきます。そして番組を見る代わりに聞くだけになりそのまま眠ることになるのです。どうしても眠れない時は寝る場所を変えてみましょう。単にソファーや別のベッドに行くだけでリラックスできますよ。他に寝る場所がない時には頭がベッドの足元に来るように向きを変えることもできます。それによって体が変化を感じ眠りやすくなるかもしれません。温めたスージングオイルを使うこともできます。一番効果的なのは冬と春のごま油と夏のココナッツオイルです。ベッドに入るときに少し油がついているのが気にならないようだったら
足や耳の後ろ、または頭のてっぺんに塗ってみましょう。頭の中で1日を逆再生してください。夕食に食べたものや仕事からの帰り道のこと、出勤中に起こったことや午後に何をしたのかなどのことを考えてみましょう。大抵の場合、詳細を思い出すのが面倒になり、うとうとし始めることになります。日中に昼寝をするなら20分以上は眠らないように。そうしないと体内時計が狂ってしまい、本来深い睡眠をとっているはずの時間帯に目が覚めてしまうことになります。そして目覚めた後に体がだるく、夜も眠れなくなってしまいます。自分自身でおとぎ話を話してみましょう。これは大人にも効果的。 SF、ミステリー、ロマンスなど好きなジャンルを選択してください。レム睡眠の間は実生活に基づいた夢を見ます。寝る前におとぎ話をする準備をしておけば、脳は寝る時間だと考え、体をリラックスさせるのです。478呼吸法を試してみましょう。ヨガにインスパイアされたこのテクニックは神経系をリラックスさせます。口から息を吐き、はぁーという音を立ててください。次に頭の中で4秒数えながら鼻から優しく息を吸い込みます。そして息を止めて7秒数え、ゆっくりと8秒間かけて息を吐き出しましょう。さらにボックス呼吸法も試してみてください。まず4秒数えながら深く息を吸い込みます。そして4秒間息を止め、できるだけゆっくり息を吐き出しながら再度4秒数えます。その後深く息を吸い込む前にさらに4秒数えてください。頭の中で多くのことを考えすぎていて眠れないこともありますよね。これは通常過度なストレスや不安につながってしまいます。そのような場合には寝る前に日中に起こったポジティブなことを書き出す習慣をつけましょう。そうすればストレスがたまる出来事を軽減し、気分を高揚させられるのでリラックスしやすくなります。研究者は寝る前や夜間にラベンダーの香りを嗅ぐと眠りにつきやすくなると述べています。ラベンダーの香りのするろうそくに火をつけたり、寝室にラベンダーを置いて効果があるかどうか試してみましょう。かなり長い間ベッドに横になっていても眠れない場合には起きてしまいましょう。そうすれば単に天井を見つめているだけでなく、時間を有意義に使うことができますよ。専門家たちはベッドにいるときは眠って、眠らないときはベッドから出るということを勧めています。そして夜遅くに何をすればいいのかわからないときにはシャボン玉を吹いてみましょう。これは深呼吸運動に似ているので、寝る前の不安な気持ちを簡単に消すことができるんだそうです。靴下を履いてみましょう。冷たい足を温めると血管が広がり、脳に寝る時間であるというシグナルを送ります。ですので足を温かくし心地よくしておけば眠りにつきやすくなりますよ。外に出てみましょう。新鮮な空気を吸うと心身ともにポジティブな効果を得ることができます。冬や秋にはなおさら効果的。そうするとなんだか急いで家の中に入って、暖かく居心地の良いベッドで丸くなりたくなっちゃいますよね。部屋が涼しいと眠りにつきやすくなるんです。科学者によると夜になると我々の体温が自然に下がるからだと考えています。そして寝る直前に下がり始めるということです。部屋の温度が20度を超えないように調整してみましょう。夕食時に朝食のメニューを食べてみましょう。卵、バナナ、トーストなどの食べ物は睡眠を促進させる作用があります。バナナは筋肉をリラックスさせるカリウムがたくさん含まれています。それに卵はタンパク質が豊富で睡眠に良い効果があります。さらにトーストは血糖値をコントロールするためより効果的。寝る前にストレッチをしてください。開脚などをする必要はなく、軽いシンプルなものだけで十分。筋肉の緊張を和らげるだけでなく、すぐに眠れるように体を疲れさせる効果もあります。シンプルで独特の儀式を行ってみましょう。いい香りのするキャンドルを灯したり、寝る前に好きな曲を聴くこともできます。脳はそれらのことを眠りにつく時のサインとして受け取るのです。
しばらくするとその儀式を始めるだけで体がリラックスするようになります。目を上下に動かすとすぐに眠れるという人もいます。この動きは眠っている時に目が行っている動きと似ているからです。目を閉じてゆっくりと呼吸してみましょう。そして目を動かせば体がリラックスするのが感じられますよ。寝る前に温かいお風呂に入るかシャワーを浴びてみましょう。そうすれば体温が下がりやすくなります。そして脳に寝る準備をするためのシグナルが送られるのです。